パリオリンピック登録商標フェンシング女子サーブル団体3位決定戦。日本時間4日、グランパレ、日本が3位決定戦で開催国フランスに45対40で勝利し、見事同メダルに輝いた。完全アウェイの中、熱戦を制止同種目初のメダルを獲得した。メンバーは江村美咲、高島理沙尾崎瀬那氏福島志ほ美の4人。メダルをかけた一戦は江村、 高島、尾崎で挑み、一進一退の攻防から第7試合の高島が6対0と大量得点で逆転。35対30とリードし終盤へ、続く尾崎も個人金メダリストと堂々と競り合い、40対37とリードを守った。メダルまであと5点と迫り、日本はエースの江村が登場。しかし、フランスも徐々に差を詰めて41対40。 それでもエムラは落ち着いて連続ポイント、43から40と突き放した。流れに乗ったエムラは最後は攻撃の手を緩めず、連続ポイントで45から40、地元、フランスを下し、銅メダル獲得、日本は団体種目で3日連続のメダルとなった。今大会、女子はフルーレ団体の3位決定戦でカナダを下し、 日本フェンシング界で女子史上初のメダル獲得という快挙を成し遂げた。その勢いに続き、サーブル団体でも銅メダルを獲得。男子はエペ個人の可能が金メダル、前日は男子エペ団体で銀メダルを手にし、快進撃が続いている。